皆さんこんにちは、こうきです。本日はですね、ベン・デイビスの定番的なワークパンツを紹介させていただきます。今回紹介するこのベン・デイビスのワークパンツなんですけど、名前がベン・デイビスオリジナルベンワークパンツになっております。で、今回僕が購入したのはね、このグリーンのカラーのもの、オリーブっていう濃いめのグリーンのものを購入しました。でね、久しぶりに色物系のワークパンツを買ったんですけど、履いてみたらめちゃめちゃ良かった。あとね、コメント欄でね、前回のリッキーズダブルニーの太いワークパンツ紹介したんだけど、それに似てる形でベン・デイビスのこのオリジナルカットってどうですかっていうコメントいただいて、自分もね、以前持ってたんですよね、このグリーンカラーのものを持っていて、ちょうど新しく買い替えたいなって思ったところで、そのコメントをありがたくいただいたので、今回この動画を撮っております。いつもコメントいただきありがとうございます。それでは早速紹介させていただきます。でね、まず最初にこのベン・デイビスのブランドの紹介をさせていただきます。ベン・デイビスっていうのが1935年アメリカカリフォルニア州サンフランシスコで誕生した人気のワークウェアブランドになっております。でね、ベン・デイビスのロゴがこのゴリラのマークになってるんだけど、これがね、一度見ると記憶に残るようなデザインじゃないかなと思います。YouTube 始めた当初にゴリラカットっていう激太のワークパンツを紹介してるんだけど、それもよかったら概要欄に貼っとくんで見てください。まあ、その時はね、 YouTube 始めたばっかりでうまく紹介できてるかどうかなっていうような感じなんだけど、まあ、その初々しい感じも見て楽しんでいただけるとすごい嬉しいです。で、この素材が 10.5 オンスのコットンポリのスエード素材になっております。触った感じはかなりガシガシの硬めの素材になっております。やっぱね、ベン・デイビスはほんと硬めの素材で長くタフに使える素材だなと思います。リッキーズ874だったりとか、あとはレッドキャップのワークパンツと比べても厚さが全然違います。着た感じもなんかゴワゴワしてるような感じがするので、まあ、真夏とかに履いたらちょっと暑いかもなっていうのもあるんですけど、個人的には全然オールシーズン履ける素材ですね。これはね、一回洗っております。で、それもね、なんでかっていうとね、購入した当初ノリがついてるんでバッキバキの状態で硬くてかなり履きづらいです。あとはね、シワがすごい入っちゃって見栄えがね、個人的にはあんまりよく見えなかったんで、1回か2回くらい洗って履くのが綺麗に見える生地の厚さになるんじゃないかなと思います。で、素材の続きの話になるんだけど、ポリエステルが 50% 入ってるとどうしても毛玉ができるんじゃないかなって思う方多いと思うんだけど、でね、その毛玉問題なんだけど、この右に持っている方が5年か4、5年くらい履いているベンオリジナルワークパンツなんだけど、これ見てもらうと分かる通り、そんなに毛玉ができてないよね。だから毛玉とかはそこまでできづらいような素材なんじゃないかなと思います。まあ、これ右と左で見比べるとすごい分かりやすいよね。右側が5年間履き込んでいる方で、左側が購入したばかりで1回洗濯した方です。どうでしょうか。まあ、やっぱりね、履き込んでるとその分色が薄くはなってくるんだけど、そんなに色の変化ってないよね。色展開なんだけど、今回はオリーブのカラーを購入したとは言ったんですけども、7色展開あります。1つ目がブラック、ネイビー、テールブルーって言って薄めのブルーで、もう1つがホワイトで、今回このオリーブ、チャコール、あとはブラウンっていう7色展開になっております。結構色展開豊富だよね。で、その中でも個人的にやっぱかっこいいな、欲しいなって思ったのが、さっき紹介したオリーブのカラーと、もう一つがあとはブラウンカラー、茶色の色かな、あの茶色の色も結構かっこいいなと思いました。ぜひね、皆さんもね、チェックしてみてください。続いてね、このシルエットを皆さんに見ていただきましょう。どうぞ。はい、皆さんシルエットいかがでしたか。結構さ、ストレート型で太めの形になるよね。あともう一つ、股髪が深いっていうところもポイントですね。結構股髪が深いからハイウエストで履いてもいいし、腰で履いても履けるから
腰の位置でだいぶシルエットの見栄えも変わってくると思います。だからね、ちょっと大人っぽくアメカジ寄りな着こなししたいなっていう時はハイウエストで履いて、ストリート寄りな着こなししたいなっていう時は、腰で履いて裾をちょっともたつかして履いてもかっこいいんじゃないかなと思います。で、個人的にはね、ブーツ系かローカットのスニーカーで合わせるとかっこいいなと思いました。で、今回はレッドウィングのポストマンチャッカーで合わせております。で、部分部分のシルエットなんだけど、フロント部分のポケットはワークパンツだとだいたい斜めにカットしてるものとかもすごい多いんだけど、上から手を入れるようなシルエットですね。で、ポケットはかなり深いです。やった。あと右ポケットなんだけど、デニムとかにもよく使われるシルエットで、こういったようなコインポケットが入っております。この小さめのコインポケットが入っているのもさ、結構ありがたいんだよね。トイレ行くときとか、クロムハーツのリングだと水が結構溜まっちゃったりするから、この太いリングを外すんだけど、そういった時コインポケットに入れたりするんだよね。そうするとなくなりづらかったりとか、見つけやすくてすごい助かってます。だからこのシルエット個人的にはめちゃめちゃ好きなシルエットですね。あとワークパンツでこれがあるのはかなり珍しいと思いました。で、左ポケットは何もない感じですね。で、後ろのバック部分が左ポケットの方にこういったようなスナップボタンがついてます。金具でスナップボタンがついてる感じもいいよね。このボタンちょっと最初は硬いから、つけたり外したりがちょっとしづらいんだけど、使い込めばね、どんどん柔らかくなってつけやすくなるんじゃないかなと思います。逆に右側の後ろポケットはこんな感じ、何もついてないんで、こっちは出し入れしやすい、財布とか入れるといいんじゃないかなと思います。あとはこのベルト部分だね。ベルト部分がベルトループが結構細くて、ここの幅太いんで、ベルト問わずで合わせやすいポイントなんじゃないかなと思います。で、あのね、このベン・デイビスのワークパンツのいいところが、他のディッキーズとか、さっきも言ったレッドキャップと比べてなんだけど、作りがすごいしっかりしてます。サイド部分のステッチなんだけど、ダブルステッチで2本の糸が入っております。この2本の糸が入っていることによって、より丈夫で雑に使っても長く使えるアイテムですね。で、内側もさ、ダブルステッチで入ってるんだよね。で、この作り方がさ、すごいなと思って、このサイド部分をさ、こっちバーって塗って、どうやってこっち側をダブルステッチで縫っているんだろうってすごい疑問に思うんだよね。まあその辺はまあいいか。まあでもすごい作りがしっかりしているなと思いました。まあ、形としてはそんな感じだね。で、内側なんだけど、ダブルステッチの内側の糸が白になっているから、ロールアップするとワンポイントになります。カジュアルにしたいなっていう時はロールアップして履いてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、個人的にはね、この内側の白が見えないような感じの長さで履いてもらえると、大人っぽく履けてかっこいいんじゃないかなって思いました。今回はね、こんな感じでベン・デイビスのワークパンツを細かく紹介させていただきました。で、最後にね、全体的なコーディネートをもう一度見ていただいて終わりにしようと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ最後コーディネートを楽しんでください。